アロイス・フォン・ウント・ツー・リヒテンシュタインは、リヒテンシュタイン公国の法定推定相続人。称号は、リヒテンシュタイン公正士及びリートベルク博。当時公正子だったハンス・アダム・二世と、非、マリーの長男として、チューリッヒに生まれる。ファルツの学校を卒業後、イギリスのサンドハースと王立陸軍士官学校に入学した。その後、コールドストリームガーズの一員として、 香港とロンドンで軍務に就き、半年後にザルツブルク大学に入学。その後、法哲学の修士号を得て終了した。1996年までロンドンの企業に勤めた後、帰国して父の財務を担当していた。2004年8月15日より、広告の原種代行を務めているという職名は、用いられておらず、2004年リヒテンシュタイン校直令。 第171号では、第セロンフォールッジオスと名年ステルバートラターを行うものとして、ステルバートラチューングを設置するとしているのみである。1993年7月、バイエルン校、マックス・エマヌエルの長女ゾフィーと結婚、4校を設けた。ありがとうございます。